気候区分の一つである、欠片の気候区分の地図。気候区分とは、気象観測で得られたデータやその土地の自然、風土などの基準に当てはまる地域を一つの気候区として、地球上、または限定した地域をいくつかの気候区に分けることで、ある。広域的な気候を考える上での目安となる。区分の目安は、往々にして、そこに成立する植物群落の型である。 植物群落はその地域の自然の景観を大きく規定し、それ以外のあらゆる生物の生活に影響を与え、そこに生活する人の生活様式、活動の様式を決定するものだからである。例えばどのような農業の分布がその地域にける植物群落と強く結びつく。現在最も広く使われている分類は、ウラジミール・ペーター・ケッペンが1923年に、 発表しその後改良された欠片の気候区分である。欠片以外の気候区分も考案されている。1879年に公表されたズーパンの気候区分は年平均気温のみで気候を区分していた。1950年以降は欠片のような結果としての気候ではなく気候の成因から分類する試みが続いている。1950年には ヘルマン・フローンが風景を加味した区分を、同年アリソフは、気団や前線帯の位置を生かした区分を、1960年にはヘンデルが大気の大循環を考慮に入れた気候区分を発表した。気候区分の方法論別に見た区分と、その例を示す。各気候要素ごとに区分を行い最後にそれぞれを、重ね合わせ、総合的に判断し区分する方法。 気候因子の状態や地域的特徴をもとに区分する方法。植生などの気候によって異なる要素に着目し、その違いによって区分する方法。このほか、生気候と呼ばれる要素による区分がある。ありがとうございます。